こんばんは、蜜のあじこです。昨日デパ地下でタケノコを買いました。お勤め品ではあったんですが、福岡県産の皮付き30センチぐらいある立派なタケノコです。持って帰ってすぐ下茹でして処理をしたんですが、その時の香り、どこかで香った香りがするんですよね。というわけで今回のテーマはタケノコの下茹で。福岡に住んでる時は毎年いただき物をしたり、あとは道の駅とか近所の八百屋でも比較的手軽に手に入ったタケノコなんですが、関西に引っ越してきて生のタケノコを買うのは初めてです。今更知ったんですが、福岡県ってタケノコの生産量日本一でした。そりゃ手に入りやすいですよね。昨日買ったタケノコはとびきり新鮮というわけではなくて、お勤め品のところにあったんですけど、なんとお値段299円。阪急ですよ。デパ地下ですよ。これはお買い得と思って、仕事の帰り道だったんですが、重たいタケノコを持って帰ってきました。そして、まあ、1秒でも早くと思って、下茹でをしたんですけど、タケノコの下茹でってすっごい簡単で、かつ茹でたては本当に美味しいので、ここで皆さんにもシェアしておきますね。まずタケノコの三角形になってる太い方の方、底辺のとこね、ここの硬いところだけ包丁でザクザクと落としておきます。そして、穂先の方も、まあ中身が切れないあたりまでなんですけれども、包丁で切れる範囲でスパンと落としておきます。昨日買ったタケノコは、ちょっと皮が硬かったので、そのまま茹でたんですが、皮が少し柔らかいのであれば、表面に一本、スーッと縦にね、皮を切っておくと後で剥きやすくなります。そしてこのタケノコがすっぽり入るサイズのお鍋を準備して、米ぬかとひたひたのお水、あと唐辛子を1本入れて火をつけます。米ぬかは、八百屋さんなんかでタケノコ買うと、つけてくれたりします。昨日は、さすが阪急、レジのところでお姉さんに、茹でる時の米ぬかは、必要だったら売り場の人に言ってくださいね。差し上げます。って言ってくれたので、もらいに行きました。で、まずは強火で沸騰するまで煮ます。沸騰したら火を弱火と中火の間ぐらい、吹きこぼれない程度の火にして、
タケノコが浮くので、できたら落とし蓋をして、そのまま40分から50分、小さな火で煮てください。で、この時に、ある香りがするんですが、なんと、トウモロコシの匂いがします。私だけかなと思ったんですけど、調べてみると、結構みんなトウモロコシの匂いがするって言ってるから、トウモロコシの匂いです。その香ばしい香りに包まれながら、4、50分後、根元の硬いところに竹串を刺してスッと通るようになっていれば火を止めてそのまま冷めるまで放置。冷めた後は水につけながら皮を剥いて穂先の硬いところを取り除けば下茹で終了です。茹でたてをかじると、やっぱりトウモロコシのような香りがします。この後、水につけて冷蔵庫に入れておけば、2、3日は使えますし、味付けをして冷凍をしておけば、もうしばらく、楽しめると思います。これからゴールデンウィークぐらいまでの間は、八百屋さんにたくさんタケノコが並んでるはずです。ぜひぜひトウモロコシの香りを楽しみながら下茹でしてみてください。そうそう。30センチのタケノコから中身食べれる部分は12センチぐらいまで小さくなりました。春の味楽しもうと思います。はじめてアロマは香りのサブスク連動型ポッドキャストです。毎月厳選した精油とアロマクラフトのキットが届くサブスクリプションサービスです。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。インスタグラムとスレッズにて情報を発信しています。ご意見ご感想お待ちしております。ハッシュタグカタカナで初めてアロマをつけて投稿するか、専用のメールフォームもご活用ください。お相手は、三つのあじこでした。明日はタケノコご飯炊こうかな。